そのヒントね、今までよりちょっと難しいですから真剣に考えて予想してくださいね。あ、本物だ。ちょっとドキドキする、うん、おはこんばんちは。何時にご覧いただいてますでしょうか。早くもですね、この番組もシリーズ7人目ぐらいになるんですかね。今日お会いするスターは、前回は特別編ということでデヴィ夫人のお宅にお邪魔しました。いやいや、美術品が素晴らしかったですね。まだご覧になってない方はですね、ぜひチェックしていただけたらと思いますよ。改めてこの番組はアクティブシニアを応援しようをテーマにですね、60歳以上のシニアの皆さんに住まいとお金について学んでいただこうという、とってもためになる大人のための教養 YouTube でございます。さあ、それでは早速参りましょう。ではでは、こっちです。すでにいろいろ素敵なお花が埋まって、バラがね咲いていますね。ほらほら、今流行りの寄せ植えもこんなに素敵ですよね。え、わあ、これもあちこちにありますしね。え、すごい。もうなんか庭園でここでゆっくりお茶をしたい感じの雰囲気になっていますけれども、緑も周りに多くって、そしてここに何かロマンチックな恋でも芽生えそうな東屋がありますね。え、ちょうど日陰になって真夏とかもね、ここでゆったりと優雅に過ごせる感じなんですけれども、実はこの東屋、この色とかもそのスターが塗ってらっしゃるということなんですね。今通ってきたお庭もいろいろと手入れしてらっしゃるということで、自らここでヒント1です。こだわりの庭を持つ DIY もこなす、ちゃんと言えた、 DIY もこなすスターです。これがヒント1。結構 DIY をこなす方はたくさんスターもねいらっしゃると思うんですけれども、まずはちょっと絞られてきましたがね。それでは続いてです。どこに行こうか大丈夫ですか。どんどん行っちゃいますよ。広い庭だからね、うろうろしちゃいますけど、ちょっとさっきから気になってるんですけど、こちらね、大きな母屋があるんですけど、その横に可愛らしい家があるんですよね。あちら、ここは何の離れみたいな感じなんですかね。こっからミッキーだよって出てきそうなお家って感じ、ミニーちゃんのお家みたいになってますけれども、ええ、ここも何ですかね。その横に、あ、もうこれがヒントですよっていう感じの並びで置いてあるものがありますけど、なんといってもこちらですよ。これテンガロンハット、これはもう私がスターを最初に意識したのはこのテンガロンハットだったと思いますが、まあそれも含めてこのヒント2は乗馬が趣味。ここで乗馬が趣味では絞られないかもしれないけど、これ結構大きなヒントになりますね。さあ、それでは続いて第3のヒントはですね、家の中で探したいと思います。じゃあ入っていきます。さあ、お家の中に入ってきてリビングの方に上がりたいと思います。この木の階段も素敵ですね。広々としてるんですよね、階段がね、緩やかで登りやすいようにこだわりが感じられます。さあ、そして正面のこの踊り場、またね素敵な飾りがありますけど、その中にちょっと気になるものが、異彩を放っているものがありますね。これちょっと置いて触っていいかしら。貴重な感じですけど、いや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 、重たい、本物だ。これ開けていいかな。あ、本物だ。
げても取れない。先までちょっと見たい。わあ、はあ。私こんな本物をこんな風に自分で持ってみたの初めてかもしれないですね。さあここで3つ目のヒントです。時代劇にもよく出演されているスターです。これもパッパッパってやってらっしゃるんですね。いや改めて立てって大変ですね。貴重だからありがとうございました。なぜかこそこそ声になってしまいました。さあそれでは続いて今度はこっちの方行きましょうか。こっちの方がリビングだっていうことなんですけど、こちらですね。じゃあリビングに入りますね。通じるドアも素敵ですね。リビングに入りましょう。わー気持ちのいいね、オープンなリビングダイニングキッチンですね。ここでゆっくりして、わーたくさんで食べられる感じで、ん？気になるものが置いてあります。これがヒントですよっていう異彩を放ってまた置いてありますけど、これはですね、こちら純米焼酎白竹、そして熊焼酎とも書いてありますね。そしてさらにここには高菜、阿蘇の高菜漬けですね。わあ、なんかより一層ずっしりとしたね、太い感じの高菜。さあこれが第4のヒントです。第4のヒントは熊本出身の九州男児。だいぶ絞られてきましたね。もうまさにパッとお会いしたら、あ、九州男児っていう感じがするね。もう顔からして九州出身たいねって言ってんのか、この方言感じの方です。さあだいぶ絞られてきましたけれども、さらなる最後のヒントに参りましょう。最後のヒントは何といってもこれでもうだいぶ絞られます。ここにも随分と重なってます。実は今まで登ってきた階段のところにもいっぱい飾られてたんですけど、なるべく映らないようにしてたんですけど、これほら絵かなと思うんですけど、よく見るとキルトなんですよね。ね、すごい綺麗ですよね。ね、こちらのリビングにあるクッションにもこのキルトがいっぱいありますけど、ほらこういうハワイアンキルトなんですよね。最後のヒントはこれ、ハワイアンキルトに縁のある方です。ということで5つのヒントでお分かりいただけたでしょうか。今回のスター、改めて5つのヒントおさらいしましょう。まずは DIY をこなしこだわりの庭を持つ。2つ目のヒントは乗馬が趣味。そして3つ目のヒントは時代劇によく出演されている。そして4つ目のヒントは九州男児、熊本出身。そして最後はハワイアンキルトに縁がある。もう私たちがよくご夫婦で仲良くいらっしゃるところをね、見ることもありますよね。あ、ちょっと優しくしちゃいましたかね。正解が分かった方、ぜひ予想をですね、コメント欄にいろいろ書いてください。次回そのスターに登場いただいて、そのスターの住まいに対するこだわりとか、どんなところに住んでいらっしゃったのか、ずっとね若い時から深く深く伺っていきたいと思います。お楽しみに。お兄ちゃんたちひどいですね。ひどい。
れてる時にゆうちろさんだと。さあ、この動画がいいなと思った方は高評価を、そしてチャンネル登録をお願いします。それでは次回スターをお楽しみに。SBI シニアの住まいとお金。